我々は今ビアという鉄道に乗ってとある場所へ向かっているところだ。車窓にはカナダの広大な大地が広がっている。がナイアガラに引き続きまたしてもユニオンステーションを6時半発だったこともあり、俺は目を開けながら寝ている。せめてサヤはこの景色にワクワクしてくれていることだろう。撃沈している。そんなこともあろうかと俺はこいつを持ってきた。決まる。ところで皆さんはお気づきだろうか、窓の風景が後ろ向きに流れていっていることに。なーに、目的地まではこの状態でほんの5時間だ。お、そっちか。さてよ、It's your boy Hikari and Sayo。 どうも、Hikari と Sayo です。ということで、我々夫婦オタワに旅行に来ました。トロントからビアっていう鉄道を使ってここオタワ駅まで来ました。これから電車に乗り換えてオタワのダウンタウンに向かいたいと思います。これが電車の地図ですね。我々は今ここにいるので、今からこの赤いラインに乗ってリドってところまで向かいたいと思います。あ、見て見て、プレスト使えるよ。ああ、トロントで使ってるスイカみたいなのここでも使えるんだ。うんうん、よかったよかった。やった、便利。じゃあチャージしましょう。Next station, please.着きました。わ、すごい、お城みたいなのがいっぱい。まるでヨーロッパ。リドー駅はこの CF リドーセンターというショッピングモールに直結しています。このモールはトロントのイートンセンターと同じ系列です。着きました。着いた。すごいね、なんか全然雰囲気違うね。まずはお腹空いたんで、最後は列車の中で調べてくれたレストランに向かいたいと思います。何系のレストランなんだっけ。グリークです。グリーク、ギリシャ料理のレストランに向かっております。楽しみー。オーマイグリル。プレートでーす。ラムの串、いただきます。おー、It's really good. It's really well run. Yeah. うん、うん、美味しいでしょ。美味しい。お米とグレープサラダとポテトが入ってます。うん、なんかちょっとカレー風味な。そうだね、カレー風味な、うん、ちなみにこれがピタブレッドか。ソースが3種類付いてて、アンスとガーリックソースとグリック系のソースです、うん、キュウリとヨーグルトのソースです。グリックしてお肉挟んで、What's your name? Ali. Ali. Yes. I'm Hikari. Hikari. Hikari? Hikari. Nice to meet you. What's your name? Sayo. Sayo? That's nice. Have you ever cooked this before? No. No? Wow. It's my first time. Wow. So let's cut it first. How did you learn how to do it? Honestly, you're gonna laugh at me. Yeah. I never learned it. Really? You didn't even watch YouTube tutorial? So what happened is I decided one day that I want to do crepe.And then I bought this,、mm-hmm. then I'm like, I'm gonna work on it. That's awesome. And I start working on it, and we're almost there. Right. We're almost there, look. That's awesome. Huh? Wow, that's really nice. Thank you. Thanks, Ali. That's real. Oh, what's up? Itadakimasu. Mmm. It's good? It's really good. Are you serious? Yeah. Mmm.
Thank you for the of course, always, always. Everybody's welcome. Awesome. For sure. Tell your friends, tell your family. All right. And tell everybody. Thank you. All right, thank you very much. Thank you. You too. せっかく外泊してるってことでルームツアーしたいと思います。そして今回宿泊しているのがこちらです。初めて Airbnb に泊まってみました。それでは早速ご案内します。ただですね、宿に到着した時ちょっとしたトラブルがありました。っていうのもここってコード式の鍵になってるんですね。でそのコードっていうのが到着当日に教えてもらえるんですけど、その教えてもらったコードをずーっと入力しても全然鍵が開かなくて、結局3時間ぐらい奮闘したんですよ。でようやくオーナーさんと連絡取れたら部屋隣でした。ただ言い訳させてもらうと、予約時は住所が便宜上隣の295だったんですよ。ただその後にコードと一緒に送られてきたメールをちゃんと見てみると、あなたの部屋は297-1に割り振ったよっていう風に書いてありました。なので皆さんも最終メールはきちんと確認しましょう。ということで、もらったコードで扉を開けて中に入っていくと、さらに2つ部屋があります。で今回我々は2971を割り振られているので、こちらの扉でさらにベッドもらっているコードを入力して扉を開けていきます。それではいよいよお部屋へご案内します。こちらキッチンエリアです。奥からコーヒーメーカー、コンロ、シンク、電子レンジ、トースター、ミキサー、そして冷蔵庫です。続いてバスルームです。洗面台とトイレとシャワーです。キャー、失礼しました。最後はベッドルームです。クローゼットとネットフリックスが見れるテレビもあります。ようこそ。はい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 、またやっちゃいました。もう皆さん中身は何か分かってると思うんですけど、開けたいと思います。よいしょ。バカーン、バカーン、じゃじゃーん。またしても、キャップ買っちゃいました。よいしょ。今回僕がキャップを買ったのが、モアザンジャストキャップスっていうところで、キャップを購入しました。そして、購入したキャップが、こちらです。いいじゃん、いいじゃん。こちらなんですけど、ニューエラの950っていう形で、後ろがスナップバックになってる、サイズ調節ができるタイプのキャップです。で、これ、実は、More than just caps っていうところで僕カスタムでお願いして作ってもらったキャップです。で、これ何がカスタムなのかっていうと、この前に刺繍されているパッチなんですけど、これが More than just caps オリジナルのパッチなんですね。ただ、このパッチが刺繍されているニューエラボディのキャップっていうのがなかったんですね。なので、問い合わせをしてみて、このパッチをニューエラボディにカスタムすることができるかっていうふうに問い合わせをしたら、できるよってことだったので、注文しました。このパッチについてなんですけど、ここに見えている建物が、これ、オタワにある国会議事堂です。さらに、下の部分に613っていう風に刺繍がされてるんですけど、これは例のトロントの416みたいに、オタワの市外局番です。で、さらにここにメープルリーフも刺繍されているので、がっつりオタワ仕様のキャップになっております。今日は早速これを被って出かけたいと思います。Do TikToks? No, YouTube.